聞きになる前にこの時扱い説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一回きりにつき返品交換は受け付けません、ご了承ください。なので元気いっぱいでライブを始めたいと思います。シャンポンズと言います。初めまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。明日のメインアクトです。明日も明日のライブでとても緊張しています。ですね、今日はオープニングアクトなので時間がちょっと限られているので、なかなか歌いたい曲も歌えないのですが、次は私のオリジナル曲を歌いたいと思います。冬の曲を先月ぐらいに作りました。聴いてください。
別じゃないこと、あなたの隣にいれないこと、全部全部合ってるの、なのにあなたのこと考えてしまう。でした。題名は未定です。そうなんで、さっき1曲目が終わった後に自己紹介しようと思ってたのにすっかり真っ白になっちゃって忘れてました。そう、今日は私を知らない方がたくさんおられると思うので、最初に自己紹介を、最初じゃないですけど自己紹介をします。ちゃんぽんずと言います。スイキャスで弾き語りを配信しています。で、3年前ぐらいから、さっき曲の中にちょっとあったんですけど、もうだいぶおばあさんになってしまいました。で、ライブ活動もこうやってちょっと去年ぐらいからやらせていただいてるんですけど、3月の19日に最初で最後のワンマンライブをすることになりまして、それをもちましてちょっと活動を自粛じゃないけどちょっとお休みしようと思っています。なのでその3月の19日ワンマンライブ、同じ下北沢の駅の向こう側のモナレコードさんというところでするんですけど、もし今日ちょっとでも聞いて、あ、この人いいかもしれないとか思ったら、ぜひですね、その今日チケット売っています。1500円でとてもお安いです。ぜひ買ってください。あとは他にもライブの宣伝があるんですけど、明日はですね、夜の同じこの同じ企画の明けましておめでとうライブに出ます。明日もここで、明日はメインアクトで出させていただきます。今日聞いて、あ、足りない、明日も聞かないと足りないと思った人はぜひ明日遊びに来てください。そして2月の4日、いよぎだと思います。読めないんですよね。チャイナスクエアさん、同じあっちの方の、ちょっと東京の、左上ら辺のところです。で、2月4日と3月11日にもあります。で、3月19日さっき言ったワンマンライブがあっちであります。いやー、盛りだくさんですね。ちゃんぽんずさん最近ツイキャスサボりまくりでやらないので、ライブにぜひ遊びに来てください。じゃあ今日はもう最後の曲になります。あー、早い。最後は、今日は何曜日ですかね、皆さん何曜日でした今日は。あ、土曜日だ。土曜日なのにありがとうございます。土曜日といえばですね、土曜日の曲を歌って終わりたいと思います。楽しく今日のライブを過ごしてください。これからたくさん、あ、可愛い人たちが歌っていくので楽しみましょう。では最後、二人のサタデー、美和さん聞いてください。See you.
ということで、ありがとうございました。します。あ、ちょっと下にいました。の帰りの駅のホームで、はい、いた、はい、ということでね、なんか明日も出ていただけるんですよね。明日がメインでございます。今日は無理言ってオープニングアフトで出させていただきます。なんかびっくりしましたよ。なんかオープニングアフト募集してませんかとかって来てね。ということは明日に今日ねこうやって見ていただいて、あ、この子すごい可愛いとか歌うまいとか神ってるとかって思った人は明日来ていただくっていう、そういう感じだよね。そうですね。それかあのまだライブ盛りだくさんなので、あ、その後もそうですけどね、まあ、うち的には明日来ていただければ、そうですね、明日来てください。明日の儲けも必要です。そう、はい、ということで、あの8月7日広島のイベント以来かな。そうですね、8月に広島でライブをさせていただきました。あの時いろいろバタバタしてたよね。あの時もバタバタして、今もバタバタしてすいません。一瞬バタバタしてそのままって感じだったんだけど、いやでもあの時ね、あの本当にちゃんぽんさんに教えて、いろいろといい場所を教えてもらって、僕観光行ったんですよ、出雲とか。私の地元は島根県でございまして、で、いいところ、なんかここ行った方がいいよとかって言って、半分くらいしか行けなかったんですけど、本当にね、素晴らしいところで、はい、いつも観光大使ということで、ね、お土産はないんですけど、ありがとうございます。なんかでも、ライブ活動ね、ちょっと緩くしちゃうんですか。なんか出雲でのワンマンまでは頑張ってやっていただくかなと思ったんだけど、下北沢のワンマンですけど、はい、ということで、まあ、じゃあ紹介お願いします。あの告知お願いします。はい、さっきあの言ったので、ちょっと告知しつこいと思うので、それです。あ、それかあの3月19日のワンマンライブの1500円なりなんで、あの結構ゆるく安く、安くはないけど、まあ安く頑張りますので、ぜひそこで売ってるので、はい、チケットをね買えるということですよね。まあ、ちなみにその翌週はここでまたイベントやるんでね、はい、こちらもね、はい、ちゃんぽんずさん、ぜひ告知お願いしますね。はい、ということで、はい、ということでね、また明日お会いしましょう。明日お会いしましょう。ちゃんぽんずでした。